まずはじめに今シーズンなかなか試合に絡むことができなかったんですけど、そんな中毎日の練習の中でカズさんがずっと出れない時でもポジティブな言葉を本当にかけ続けてくれて、一緒に頑張ろう、出たら絶対活躍するんだっていう言葉をかけ続けてくれて、で本当にモチベーション高く自分の出番が来た時に絶対結果を残してやろうと、なかなか出れない選手もいますけど、そういう選手たちみんなカズさんの背中を見て刺激を受けて、いい準備できているので、誰が出ても本当に途中から活躍できると思いますし、そんな中今日たまたま僕でしたけど、誰が出ても本当いい競争ができていると思うので、本当に今日のゴールに関してはカズさんに感謝したいと思います。そのカズさんとベンチで一緒に前半見てたと思うんですけど、ご自身がピッチに出るときには何か声かけられましたか？今日本当に一緒にメンバー入れてすごく嬉しいんですけど、メンバー入れないときでも悔しいはずなのに、いつも必ず連絡をくれて、心熱く、頭は冷静に、カズさんに言われた言葉を本当に意識しながら結果に結びつけられたので本当に嬉しく思います。そしてゴールは今日温かく見守ってくださったサポーターの皆さんの力でもあると思います。サポーターの皆さんへ一言お願いします。本当にホームでなかなかこういう状況なので声援が出せない中、手拍子で後押ししてくださって、そういった中こういう苦しい展開でもやっぱり勝ちに持っていけたと思うので、本当にサポーターの方々に感謝して、でまだ本当に一喜一憂している周りなくリーグは続いていくので、次の試合に向けてまたみんなでいい競争をしていい準備をしていきたいなと思います。決勝ゴールおめでとうございました。瀬沼選手でした。ありがとうございました。